旅行の達人。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料。今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。皆さんこんにちは、旅行の達人のナベリサです。今回は大型複合施設が充実の神戸ハーバーランド、買い物にグルメに人気のおすすめスポット、こちらをご紹介いたします。神戸ハーバーランドは神戸市街地の中心からやや西側にある商業スポットです。ショッピング、グルメ、映画館、アミューズメントスペースなどといった大型複合施設が集結した神戸でも有数のショッピング&観光エリアとなります。クルーズ船コンチェルトが接岸する高浜岸壁は潮風が心地よい絶好の散策ポイントです。ただコロナウイルス感染症の関係で神戸ハーバーランドでも影響が出る可能性もあります。現地に行く前に一度状況を確認するようにしましょう。この動画で紹介されていないおすすめがありましたら、ぜひコメント欄でシェアしてくださいね。神戸ハーバーランド海へ。神戸ハーバーランド海へはハーバーランドの中でも中心となる施設です。ファッション、グルメ、雑貨などバラエティ豊かな大型専門店などが225店舗も勢ぞろいしているんです。海に広がる開放感いっぱいのロケーション、この立地を最大限に活かした都市型のライフスタイルが楽しめ、お茶にお食事からショッピング、さらにはデートスポットとして大人気のスポットなんですよ。神戸ハーバーランド海への営業時間は一部店舗で異なりますが、ショッピング飲食とも10時から21時で、 OS シネマズが8時から25時となっています。そして海へモザイクはこちらも一部店舗で異なりますが、ショッピングが10時から21時と海へと同じで、レストランが11時から22時となります。神戸赤レンガ倉庫ハーバーストアーズ。神戸赤レンガ倉庫ハーバーストアーズはハーバーランドの海沿いに立つ2棟の赤レンガ倉庫です。異国情緒がたっぷりなエリアで素敵な雰囲気を演出しています。1890年代後半に建てられた倉庫で、神戸港に荷揚げされる貨物の倉庫として使われていました。現在ではおしゃれなデザイン文具や家具のショップが入っていたり、素敵なレストランが営業しています。レトロモダンな2棟の赤レンガ倉庫は人気観光スポットとして注目を浴びています。まるで外国に来たかのような雰囲気はカップルにおすすめですよ。デュオ神戸。デュオ神戸は JR 神戸駅の地下にある神戸ハーバーランドの玄関口です。駅を挟んで山側から海側に広がる地下街なんです。デュオ神戸にはファッション、グルメ、雑貨、ビューティーなどといった約50もの店舗が揃っています。海側にあるデュオドームでは毎月さまざまな楽しいイベントが開催され、大勢の人でにぎわっています。開放的な広々としたドームでフリーマーケット感覚の買い物が楽しめますよ。玄関口とは言いながらここだけで十分に楽しめるスポットですね。カルメニ。カルメニはカルチャー&アメニティの意味で、神戸松方ホールをはじめとする文化施設に加え、おしゃれで素敵なグルメとショッピングのお店がいっぱいの施設です。神戸の絶景も楽しむことができますので、ぜひ立ち寄ってみてくださいね。カルメニの目印はキリンの像とエルビスプレスリーです。カルメニの営業時間はショッピングが11時から20時で、アミューズメントが11時から24時、ただし一部の店舗は深夜まで営業しています。そして各店舗により異なるのですが、グルメは11時から23時になっています。神戸アンパンマン子どもミュージアム&モール。神戸アンパンマン子どもミュージアム&モールはお子様に大人気のアンパンマンの世界が楽しめる施設です。アンパンマンを見て触れて遊べる参加体験型のミュージアム&モール、2021年3月12日より有料エリアのミュージアム入館チケット価格が改定されました。変動価格制になっていますので、公式ホームページでご確認くださいね。
神戸アンパンマン子どもミュージアム&モールの営業時間はミュージアムが10時から18時で、最終入館が17時となります。そしてショッピングモールが10時から18時です。定休日は元旦のみですが、メンテナンス休業および休館日があります。神戸船の旅コンチェルト、神戸船の旅コンチェルトで青空と爽快の間のクルージングを満喫してみませんか。思い切りの非日常感にあふれた船旅気分が味わえます。船上では時間がゆっくりと流れ、波の音にも重なってとても心地よいですよ。コンチェルトに乗船して、鮮やかな七色に彩られた明石海峡大橋のイルミネーションや神戸市街地の海からの景色は日々その姿を変化させています。安心な航海、美味しい食事、素敵な景色に素晴らしい演奏やイベント、そして心がこもったサービスの全ての調和がコンチェルトの意味に込められているんです。プロメナ神戸、プロメナ神戸は神戸ハーバーランドの入り口にある施設です。ファッション、雑貨、サービス店などといった様々なニーズに対応しています。また地下1階にあるフードコートでは気軽にいろんな食が楽しめますよ。そして都市の温浴施設万葉クラブでも一日中ゆっくりと過ごすことができます。プロメナ神戸の営業時間はショッピングが11時から20時、レストランでは18階の木曽路が平日11時から22時30分で、日曜祝日が11時から21時30分となっています。地下にあるフードコートは10時から22時までですので、ゆっくりとお食事が楽しめます。ただし飲食などの一部店舗で時間の異なることもありますのでご注意ください。アニベルセル神戸、アニベルセル神戸は神戸らしさが漂う結婚式場です。憧れが叶う大聖堂でのウェディングが実現できる施設です。感動的な挙式とガーデン付き貸切邸宅で楽しんでくださいね。アットホームなウェディングパーティーが満喫できます。アニベルセル神戸の営業時間は平日が12時から20時となっており、土曜日曜祝日が9時から20時です。定休日は火曜と水曜ですが、定休日が祝日の場合は営業します。さていかがでしたか。今回は大型複合施設が充実の神戸ハーバーランド、買い物にグルメに人気のおすすめスポット、こちらをご紹介いたしました。神戸ハーバーランドは様々な商業施設が集まった近未来的なエリアです。神戸ハーバーランド海へをメインとしてショッピングやグルメが楽しめます。おしゃれな街の雰囲気を楽しみながらデートや友達同士での休日が楽しめるスポットです。旅行の達人が運営する LINE アットに登録するとお得に賢くリッチに旅行するための無料情報を配信しています。毎年家族と一緒にハワイ旅行も夢じゃない。登録は無料、今すぐ概要欄から詳細をご覧ください。最後までご視聴いただきありがとうございます。よかったらいいねボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。